F-16XL 戦闘機。 F-16XL はジェネラルダイナミクスが開発した試作戦術戦闘機である。 F-16 ファイティングファルコンを大幅に改造した試作機で、 F-16 の派生型である。第 4.5 世代ジェット戦闘機に分類され、クランクとアロー、デルタ翼を有し、 F-16 以上の搭載量を誇る。アメリカ空軍の強化型戦術戦闘機に参加したが、ライバル機のマクドネル・ダグラス社の F-15E、ストライク・イーグルに敗れ、採用を逃した。選定終了後、残った試作機2機は、NASA に引き渡され、飛行研究に使用された。